はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、なんだ、ベルモットですね。はい、新しい。マルティーニというベルモットのエクストラドライですね。これは、ベルモットだと、まあ、結構有名な、ね。もう最初俺マティーニって呼んだんですけど、ね。まあ、いわゆる、マティーニもじった、ね、マルティーニっていうメーカーのね、ものです。アルコール度数が18度。容量が 750ml で、値段が900円ぐらいですね。で、エキス分が21度未満。原産国がイタリア。となってます。輸入者がバカルディジャパンですね。うん。うん。ね。ノイリープラットもね、美味しいんですけどね。ノイリープラットは若干ちょっと甘いかなと。マティーニ作るのにはやっぱり、ね。こっちの方がいいのかなと。ちょっと、思いまして。飲んでみよう。ね、ちょっと買ってみました。マルティーン。まあ、ノイリープラットはね、まあ、非常に、違う、瓶のデザインがいいんで、あれはあれでいいんですけど、やっぱり、オリジナルドライっていう、ノイリープラットはね、オリジナルドライとロッソしかないんですけど、オリジナルドライはね、結局、エキストラドライではないんで、オリジナルドライっていうね、やつなんで、あんまりドライじゃないかなと。まあいいや。乾杯。うん。あ、これあれっぽいね。結構酸っぱい。あれだ。なんだっけ。新座のエクストラドライに非常に似てる。うん。ちょっと飲み比べてみようかな。新座のエクストラドライ。こっちもね、エクストラドライなんで。うん。うん。ちょっと飲み比べしよう。まあ、やっぱエクストラドライってだけあって、やっぱり結構、うん、甘くなくて結構酸っぱい、結構酸味が強いですね。うん、やっぱマティーニはね、うん、こっちの方が、うん、やっぱドライな方がいいんで、ノイリープラットだとちょっと甘いんですよね。あ、非常に似てるけど、こっちの方が酸味が、マルティーニの方が酸味がはるかに強い。うん。でね、関係ないんだけど、こっちエキス分って書いてあるんですよ。ね。エキス分何パーセントな、21度未満って書いてあるんですけど、こっちは、チンザノはね、エキス分とか一切書いてないですね。うん。うん。一切書いてない。そもそも何のエキス分なのかって。まあ多分、ブドウ、まあ、これ白ワインみたいなもんですからね。多分、ブドウのあれだと思うんですけど。
マルティーニ。マルティーニで飲みます。マルティーニ。一応、新ジャノもマルティーニも、原産国はイタリアですね。うん。うん、マルティーニ美味しい。新ジャノはね、若干ね、ちょっと癖が、香りに癖があるね。うん。うん。なんか変な香りがする。気がする。マルティーニ。結構ワインも出してるみたいですね。普通に。で、マルティーニは、の、ベルモットは、このエクストラドライの他に、ロッソっていう赤ワインのやつ、と、ビアンコ。まあ、甘い白ワインのバージョンですね。で、あと、マルティーニビターっていうのはありますね。なんだろう。マイルドな甘みと、爽やかな苦味が特徴です。しかもアルコール度数25度だ。高い。うん。うん。まあ俺基本的にビアンコはいらないと思うんだ。うん。うん。これは結構、辛口ですね。まあ、甘くはない。うん。そこまで甘くない。言うて、チンザノの方が甘くない気はするんだけどね。ただ、チンザノはなんかちょっと、変な香りがするんで、若干。うん。そこですかね。変な香りをやっぱりしますね。うん。うん。まあ、ノイリープラットは美味しいは美味しいんですけど、甘いからね。ノイリープラットは多分、ストレートで飲む分には問題ないとは思いますよ。一番美味しいと思いますけど。まあ、とにかく飲みやすいね、うん。ノイリープラットは非常に、のオリジナルドライは非常に飲みやすい。甘くて飲みやすいんで。うん。うん。まあ、マルティーニでマティーニを作るっていうのも、粋かもしれないですね。まあでも、やっぱり、ノイリープラットは、うん、やっぱマティーニは合わないんじゃないかな。とは思うんですけどね。ただ香りは強いんで、うん。それはいいんですけど。やっぱマルティーニが一番、なんかマティーニ作るのだといい気がするんだよな。感覚として。うん、やっぱりね、結局、マティーニって、結構ドライな、ね、お酒なんで、うん。ね。うん。
香りは強くても、やっぱりドライな方がいいかなと。ノイリープラットは香りは高いんです、強いんですけど、まあ甘みも強いんで、チンザノは、香りが弱い。で、おまけに変な香りがする。けど、ドライ。辛口、一番辛口だと思う。マルティニア、それなりに香りもあるけど、甘くないんで。一番多分、美味しいんじゃないかな。多分ね。ほんとね、まあ、俺、バー行ったことないんでわかんないんですけど、バーはね、すごい、まあ、ヨウツベで見たんですけど、動画でね。氷入れて、で、違う。ベルモット、チャーって加えて、氷でこう混ぜるんですけど、でね、その氷で混ぜたマティーニを、違う、マティーニちゃう、ベルモットを全部捨てるんですよね、一回。もったいないんですけど。ベルモット全部捨てて、いわゆる、もう氷に、ね、触れた分だけのベルモットでマティーニを作るって。あと結局ジン加えるだけ。だからほとんどベルモットなんてほぼ加えないんですよね。本当に。なんかほら、捨てる容器、容器じゃねえ。なんかこう被せてさ、ビャーって捨てるじゃん。なんか被せてさ。ね。だから結局氷に馴染ませるだけ。もう液体は全部捨てて、結局氷と、ね。さ、あの、氷の周りについてるベルモットだけを使う。すごいね。すごい。俺はそこまでしないけど。俺はマティーニと、違う、マティーニの配分としては、結構、ベルモット多めで、ベルモット1に対して、ジン2か3ぐらいで、作るんですけど。俺は結構そういう。ただ逆にね、少なすぎるとね、意味がわからない。もはや。もはや意味がわからない。大体。もうね、意味がわからないっていうか、感じない。まず、味が。そもそも味として認識できない。ベルモットが。多分そもそも味として認識するより、多分香りとして認識させるだけなんでしょうね。マティーニはね。おそらく。マティーニっていうのは、結局、ベルモットの香りだけ、ベルモットの味じゃなくて、マティーニはジンとベルモットの香りだけのカクテルなんでしょうね。おそらく。本当に。まあ、結局、マティーニって、やっぱり、最近だとね、昔はもっとスイートだったらしいんですけど、今はもう、超絶ドライなのが、ね、流行りなんで。流行りらしいんですよ。ね、じゃあ、俺もちょっとマティーニ。ね、マルティーニでマティーニを作ってみますけど。
マルティーニとゴードンで。適当マティーニ。うん。やっぱりね、俺個人的には本当に、俺そういうの、よくわからないんで、香りとかあんまり、ジンで多分、ベルモットの香りなんて、ほんのちょっとベルモット加えただけだと全然わかんないんで、うん。本気でやっぱり、うん。やっぱり、ベルモット1に対して、ジン2ぐらい、かな、ちょうどいいな。多分俺それがちょうどいいわ。うん。うん。うん。これぐらいがちょうどいい。本当に。あ、あーっていう。うん。まあ、ベルモットはね、結構美味しいんで、皆さんぜひ飲んでみてください。安いし。新座のなんてこれ1リットルだからね。これ1リットルで一番安いからね。値段的に見ても。900円ぐらいで売ってるこれ。新座の1リットルで。900円切るね。マルティーニ、これよか安いからね。容量全然違うのに、こっち750なんですけど。こっち1リットルも入ってるのに、安いからね。意味がわからん。まあ、ただこれは、チンザノのエクストラドライをストレートで飲むのには向いてないと思う。うん、臭いから。臭いっていうか変な香りがする。じゃあどうして飲めっていうか、どうやって飲めって言ったら、まあ、知らん。もう、臭いの我慢して、まあ、マティーニ作って、マティーニで作れ。やっぱり、ストレート飲むって言ったら、もう確実に、ノイリプラット、一択。間違いない。で、今、ノイリプラットが、俺、ノイリプラット全部飲んだったっけな。いや、飲んでないと思うけど。あれ？これか。あ、違う。ちょっとね、今、ちょっとどこにあるかわからない。下手したら全部飲んだ可能性がビレゾンあるけど、多分飲んでないと思う。うん。まあ、ノイリプラットはね、のオリジナルドライは、うまい。非常に香り高くて、飲みやすくて甘口なんで。まあ、ドライって言ってるけど甘口なんですけど。俺の中だとね。まあ、ベルモットこの3種類でしょ。まあ、間違いなくワインが好きな人、主に、白ワインですね。白ワインが好きな人だったら、俺別に赤ワインの方が好きなんですけど、個人的に。うん、ですけど、普通にうまいと思うんで。ぜひベルモットは。ただ、一般的にこの3つしか売ってないですね。マルティーニと、チンザノと、ノイリプラット。この3種類。ぶっちゃけそれ以外見たことがない。そもそも。ね。まあ、この3種類あればもう、うん。で、ぶっちゃけチンザノはいいや。俺、チンザノの使い方がいまいちわからん。うん。そもそも。まあ、やっぱり、量が、てかそもそも安いだけあって、まずいなと。チンザノは。もう、チンチンでも作って飲んでればいいんじゃないっていう感じですけど、そもそも、ビアンコは買う価値はないと思います。もう確実に。買うんだったら、エクストラドライと、ロッソ。ですね。ビアンコは非常に微妙な立ち位置すぎて、
もうカクテルで使うにも使う、あのカクテルがないし、ストレートで飲むにもおかしいし、うん。甘くてもまず飲めないし、ストレートじゃん、まともに。うん。あ、でもやっぱ、マティーニはね、非常に、やっぱりベルモットの味が出る、マティーニが一番、うん。好きです。そうじゃないともうほとんどただの、あの、ジンをストレートで飲んでるような、もんぐらいになっちゃうんで、まあも、うん。ね、本当は、こんな、適当に作らないんですけどね。だっておかしいもん、これ。どっかのサイトで今見てますけど。まず、ジンを、ドライジンを、57ml。対、ベルモット 3ml です。何対何なんだと。20対1ぐらいじゃない？20対1か19対1か。恐ろしいね。もう。どんだけって、それ感じるの？味って。ベルモットの味感じるのって。俺はそう思います。うん。むちゃくちゃですね。ただ確かにベルモット加えすぎると、まあさっきの極端な例ですけど、19対1はさすがにないと思う、これは。うん。もう多分何にも感じないと思うね、これは。もう普通にジンですって。断言する。100% わからない。まあせいぜい多分、俺が多分異常だったとしても、異常なぐらいの感性を持ち合わせてたとして、嗅覚を持ち合わせてたとして、してもね、多分、マティーニは、ジンを、そうだね、せいぜい4でしょ。ジン4に対して、あの、ベルモット1ぐらい。か、ジン5に対してベルモット1ぐらいじゃないと、多分持たない。おそらく。5対1がギリギリ限度だな、多分な。多分それが多分、俺の中で超エキストラドライだと思いますよ。5対1。うん。5対1だな。多分。それが多分、うん。まあ、つまるところ、ベルモット10に、10ml に対して、ジンを 50ml。まあ、こんなもんでしょう。うん。もう、それ以上来ないとね、もう味として、もう、ま、100% わからん。分かったやつは天才ぐらいですよ。うん。100% 分からん。そんなにあの嗅覚があるんだったら、ね。そんなに嗅覚があるんだったら、お前、あの、なんか、別の、なんかしろや。なんか別のなんか、ね。仕事あるだろうって。なんかそういう、さ、そういうなんかあるだろう。今度、チンザノで作ってみよう。本当は、ね、マティーニなんて、超冷やして、両方冷やして、あの、ベルモットとジン、どっちも、もう、ギンギンに冷やして、
ね、作るカクテルなんで。こんなんあれ邪道なんですけど。知ったこっちゃない。楽しく飲めば OK。うん。うん。でも、うん。うん。やっぱり結構、ベルモットの香りが、特徴的ですね。うん。ね。マティーニって。多分香り以外は多分、ほとんど味もよくわからんと思う。でも確かに香りは、やっぱり、それなりにわかるぐらいじゃないと。うん。マティーニは、どうかと、思いますね。俺は。うん。うん。まあでも、ね、ノイリープラット、非常に美味しいベルモットなんで、ね、皆さんぜひ飲んでみて。しかも、かっこいい、とにかく。もう瓶がめっちゃかっこいいから。瓶っていうか、ラベルっていうか。うん。チンザノが一番かっこ悪い。間違いなく。まあ、ぶっちゃけた話、ね。ノイリープラットで、でもね、うん。少量しか加えないんだったら多分一番、やっぱりマティーニ作るんだったら、ノイリープラットのドライが一番いいんじゃない？香りが多分一番強いから。うん。マティーニはね。とにかく香りだけ、マティーニの、ね、あれとしては、香りが、ベルモットの香りがすればいいっていう感覚でいくと、ノイリープラットが一番香りが強いベルモットだと思うんで、今のところ。今まで飲んできた感覚で言うと。うん。なんで一番ノイリープラットが、本当にごく少量。まあさっき言った通り5対1ぐらいで、ノイリープラット1に、ね、して、ぐらい。でも、ノイリープラットだったら、なんとかしてくれる。香りがしっかり、多分生きるはず。だと思うんで、非常にいいと俺は思いますけど。別に、ノイリープラットがね、高いわけでもないしね。値段としては、ほぼ同じです。容量が若干違うぐらいで、750ml ですね、ノイリープラットはね。確か。それで900円か1000円ぐらいなんで、1000円切るぐらいなんで。もう全然問題ないかと。うん。まあ、白ワインが、ね、嫌いな人はね、あれですけど。まあ、基本的にワインが好きな人だったら全然問題ない。美味しさだと思います。うん。まあ、ベルモットはね。ベルモットって具体的に何があれなんだっけ？ああ。ベルモットは、ちょっとウィキペディアで見まーす。ベルモット、ウィキペディア、または、ベルモットとは、白ワインを主体にし、苦いよもぎなどの薬草、香草やスパイスを配合して作られる、フレーバードワインである。あ、なるほどね。主に食前酒として飲まれるほか、カクテルの材料や料理に使われる。イタリア発祥のスイートベルモットと、フランス発祥のドライベルモットとがある。おー、なるほど。これはどっちもイタリアですね。え？これイタリアだよね。イタリアだね。フランスとイタリア？
少なくともこれイタリア発祥のスイートベルモット。これイタリアなのにドライベルモットなんだけど。これおかしくね？結構イタリアとフランスって結構俺個人的に間違うんですけど。すげえ、なんか、どっちも同じようなところにあって。しかもほら。なんか同じようなイメージが付きまとってるんですよね。イタリア発祥。イタリアとフランス。フランスはまあ大体、ああ。イタリアって言うと靴だからね。靴のあれだよね。ブーツの形の、あれですよね。半島ですよね。イタリアパンは、イタリア、え？フランスパンはパリパリだから。フランスの首都はパリなんですよ。イタリアはなんだ？知らん。イタリア、ピザ。イタリアといえばピザでしょ。おー。ということはフランスパンはパリパリのドライベルモットか。あー。ピザのスイートベルモットね。ちょっとイメージと逆だね。フランスパンはパリパリ。のドライベルモットか。ということは、これはちょっとおかしい話になりますね。一応原産国イタリアなんですけど、これ、イタリアは、一応スイートベルモットが発祥のあれなんですけど、これドライなんですよね。両方ね。まあそこら辺はまあ、置いとくとして。うん。主にフランスでドライベルモット、辛口のベルモットである。主にフランスで製造されたため、フレンチベルモットとも呼ばれる。ノイリープラットが有名である。ということは、ノイリープラットはもしかしてフランス？フランス産かな？ノイリープラット。ノイリープラットは、フランスだと思いますね。フランスですね。ということはやっぱり、ノイリープラットはやっぱり、ね、フランス、つまるところ、ドライベルモット発祥の地で作られてるわけですから、ドライベルモットとしては最適なんではない。これが王道なんではないですか。まあ俺個人的に結構スイートだと思うんですけど、うん、まあノイリープラットうまいからね。ぶっちゃけストレートで飲んでも全然うまいからね。本当に非常に香り高くて飲みやすくてうまい。コクがあってうまい。どう見てもうまい。ではノイリープラットはね、まあ前にも説明したと思いますけど、実はノイリープラットなんとびっくりすることにですね、まず8ヶ月間樽の中で熟成させます。そして1年間屋外で1年間屋外でですよ。普通ワインってね、冷暗所とかでね保管されますけど、屋外で保管し、容量の 6% から 8% が蒸発するって書いてある。恐ろしいな。なおこの蒸発した分は天使の分け前と呼ばれる。これはね、結構有名な話で、ウイスキーとかでも、ね、天使の分け前って、何パーセントか飛ぶんですよ。1年に。ね。1年屋外で保管し、その後、再び屋内で数ヶ月保管した後、オーク樽に移し替えて、
はあ。なるほどね。オークダルでは3週間にわたって、まあ、なんとかかんとかとか書いてあるけど、そこで20種類の ハーブとスパイスが加えられると。なるほど。うん。すげえな。結局2年間ぐらい、8ヶ月樽の中でいて、1年間だから、1年と8ヶ月、ね、熟成させられると、されるというノイリープラットです。はい。すごいね。それが1000円ぐらいで、1000円以下で買えるんだ。ほう。ノイリープラット。うまいです。もうなんか、ね。一応、マルティーニの動画なんだけど、なんか、ノイリープラット推しになってます。やっぱりそれだけ、マルティーニよか、ノイリープラットの方がうまいという結論には達してます。まあ、しょうがないですね。これはあくまでもストレートに飲んだ感じで、評価してますから。ね。でも、マルティーニも全然美味しいとは思いますけど、新参のはあんまり美味しくない。新参のは美味しくない。間違いない。なんかこのさ、ノイリープラット飲んで、ノイリープラットと新参のマルティーニ、この3つを飲んだ結論から言うと、明らかに、鎮座のはちょっとおかしい。おかしいってほどおかしくないんだけど、まあ、しょうがないかなっていう感じ。で、やっぱり、ノイリープラットが一番うまいなと。マルティーニはまあ、美味しいですっていうぐらいです。ただ、マルティーニは非常にちょっと酸味が強いかな。一番なんか酸味が非常に。来るんで、もう多分今後、ベルモットはノイリープラットしか買わないと思います。はい。間違いなく。これはしょうがないね。もうベルモットはもう、あれだわ。ノイリープラット一択だわ。間違いない。ノイリープラットにかなうベルモットはない。と思います。もうウィキペディアを見る限りでももう、なんか、ね。なんかあれだもん。って感じ。ああ。やっぱりすげえ、なんか、手間かかってんな、とか。ね。ということで、4343です。はい。ということでご視聴ありがとうございました。